文語国史は、文豪下半の樹井唐橋君さんの遺長、伊藤鏡が、田野村畜田らが編纂し、今日は3年に完成した文語国の知史である。今日は4年に幕府に献上された。文語国全域にわたる地理、歴史や産物等について総合的にまとめた漢文の知史である。全員9巻を呼び、ふず8枚からなる。第一巻を、序。 判例、目録、創設都市、第2巻から第9巻の1巻ずつを、文語国各軍の軍師に当てて、軍ごとに、地名、照明、村里、租税、範囲、結晶、露呈、回路、参画、土産、自社墳墓、戸籍、人物の項目を立てて衝術する。また、軍ごとの図計8枚が付されている。当時の文語国には、岡藩のほか木月藩、 ひじ藩、船井藩、うす藩、森藩、佐伯藩と小藩が分立しており、さらに天領や他国である延、の岡藩、ひご藩、島原藩の飛び違いでり乱れていたが、文語国史の編纂にあたってはこれら文語国各地の、投査が行われた。文語国や大分県の歴史等を研究する上で、重要な資料である。江戸幕府による全国の知史編纂事業の一環として、 編纂されたもので、完成9年に爆名を受けた岡藩第9代藩主、中川久志持ちが、翌完成10年に、岡藩の受学者唐橋君さんに命じて、編纂を始めさせた。君山は、田野村竹伝、伊藤鏡柄と、実地調査を行って、編纂を進めたが、完成12年に5半ばで病没。田野村竹伝、 伊藤武志らがその後を引き継ぎ、今日は3年11月に、全休館を完成した。この間に、藩主、中川久持も,も没しており、完成した、文後国史は今日は4年に、第10代藩主、中川久高によって幕府に献納された。幕府に献納された献上本は、所在不明。文化4年2月に、 犯行遊学館に置かれた副本とみなされる藩主、中川花本が、武田式宅中側家文書に伝わる。国立国会図書館、大分県立図書館他に写本が収蔵されている。1931年に、今村隆二による、皇帝版が二豊か文献観光会から出版され、1975年には、この皇帝版の復刻版が不図を付録として、 文献出版から出版された。現在では、中川花本を定本とした読み下し版、大田ゆか役松田清中、訓読文語国史武田式季画、編集、四文閣出版発行、2018年5月、ISBN 978から4から784219346が出版されている。ありがとうございます。